大阪府立南波支援学校は、大阪府大阪市名庭区木津川2丁目にある特別支援学校。小学部、中学部及び高等部を設置している。高等部の職業学科は同一敷地内に、大阪府立名庭高等支援学校として設置されている。かつては、奥草1丁目に校舎があったが、設備教愛化に伴って2015年に現在地に移転した。 かつては、大阪市立だったが、2016年4月1日付で、大阪府に移管されて、現在の公明となっている。知的障害児に対する教育を行う養護学校、大阪市立南波養護学校として、1959年4月に、現在の何区塩草一丁目3番29号で、開校した。その後2015年に、旧大阪市立坂小学校跡の現在地に、 移転し、2016年には、大阪府に移管されて、大阪府立南波支援学校となった。なお、潮草の敷地には開校直前の1959年3月まで、大阪市立南波中学校、潮草文校が設置されており、同文校の校地を転用して設立された。南波中学校、潮草文校には、大阪市立中学校としては、最初に設置された。 養護学級の一つでもある知的障害児向けの養護学級が設置されていた。また学生改革前には、この地には、旧西南波高等小学校が設置されていた。大阪市立南波養護学校時代の校舎2000年代以降、入学者数が急増し、学校過密化と教室不足が深刻化していることから、大阪市は2010年8月、 南馬特別支援学校を2014年度に大阪市立堺小学校校舎へと移転させる計画を発表した。堺小学校は敷地が4万平方メートルと広い、一方で児童数減少により2010年度時点で空き教室が30教室以上あることから、堺小学校を2013年度に元なには青少年会館跡地に移転させた上で、 校舎を改修して使用するとした。しかしその一方で、栄小学校の移転予定地となっていたもと、何は青少年会館跡地で土壌汚染が見つかり、その調査と対策のために、栄小学校の移転時期が1年遅れて2014年度になったため、南波特別支援学校の移転も当初予定より1年遅れて2015年度となった。移転の際に小学部を新設した。 また移転に伴って、高等部に職業学科を併設する構想だったが、高等部職業学科は同一敷地に大阪市立なに庭高等特別支援学校として開校している。同校高等部の男性教諭が2016年4月以降に重度の知的障害のある男子生徒の一人に対して手を叩いたり体を振り回すなどの体罰を行っていたことが、 同年7月20日の新聞報道で発覚。この教諭は当該の生徒に対し、一人での食事が困難で、あるにもかかわらず、給食は自分で食べろなどの暴言も吐いており、被害を受けた男子生徒は、心的外傷後ストレス障害と診断され、その影響で会話もできない状態となった。その後大阪府教育庁は、体罰に加担したとされる男性実習助手を、 同年9月16日付で停職3ヶ月の懲戒処分とした。ありがとうございます。